はい、皆さんこんにちは、ティラミスです。というわけで本日はね、通称緑の化け物、緑の悪魔、緑ケルビンというわけで、この武器をね使っていこうと思います。いや、本当にめちゃくちゃ強いので動画にしたいなぁと思いまして、この武器全然動画にしてなかったんだよな。もう前線武器だったら一番多分強いです。てか今マニューバとかスシとかね、そういう武器ってほとんどいないと思うんですけど、この武器はね、大会とかもガチマッチとかもめっちゃ見るし、普通に強いから、本当に武器パワーが高いです。まあ見てもらうのが一番わかりやすいと思うんで、ぜひね、見ていってください。まあ今のところ何もしてないんですけど、すごっ今のやれるんだ。射程案外、長いんだよな。あ、いや、今のはね、若葉にかわされてしまった。あと当たり判定もすごいでかいんで、まあ、簡単というところが、まだめちゃくちゃいいね、この武器。連動が他の武器に比べるとあまりいらないので。OK。僕とかね、今久しぶりに持ってるんですけど、OK、OK。まあ、ある程度合わせとけば、ブンブンまででやれるからな。うわやばすぎ。そんなスーパープレイとかしてるわけじゃないんだけど、めっちゃギル取れるな。適当にバシャバシャしてるだけで、倒せるからね。スペシャルもアーマーっていう、現環境で一番強いスペシャルだから、少し性能が高いです。これいけんじゃね？無理かな？熱っ！ナイス！もうちょっとこいつのこと話したかったんだけど、試合が速攻で終わってしまった。まあ、次の試合にでも話すか。打倒マーケットボゴボゴしてるからすごい戦いやすかったな。こういうステージだとより強さが際立つね。はい、それでは対戦よろしくお願いします。アロアナのガチエリアパワー2550と、まあ、アロアナと B バスのエリアなんですけど、 B バスができれば来てほしかったなこの武器強いって言ってもステージによって弱い強いが激しいんですよね。ハコフグとかオートロとか射程ゲーになるステージがめちゃくちゃきつくて、アロワナもそういう面でめちゃくちゃきついっていう。うわ、うまいな、それ見てくれの。B バス来てくれたら、もうハッピーだったんだけど。まあまあ、アロワナでも勝てる。やっぱ武器性能が高い武器って、弱いステージでも強いんですよ。何言ってるのかわかんないかもしんないけど。よし、このアーマーはしっかりと持ち帰る。生存できたんで、アーマー履こうと思ったけど、味方やられてるのか。4人でアーマー履きたかったけど。左もいるんだよね。あ、うわぁ、今のどうすればいいのか、皆さんコメントで教えてください。今のきつくね。もう左と右でもうコンビネーションしてきたんだけど。相手双子だろ、さすがに。やれないか。オッケーオッケー。B ボトメインで、こうやってコンボできるのもね、いいよね。味方のキャンプめっちゃ前行ってくれるな。敵来たら倒そうと思ったんですけど、来ないから、ちょっと塗り固めちゃおう。地味に塗り強いんだよな。他の前線武器に比べると。バケツとか、寿司とか、ヘルビンとか、そういうのに比べると、圧倒的に塗り強いんだよな。アーマー溜まった。ここみんな頑張ってほしい。え、やれないのか今。クイボでやれると思ったんだけど。これはやれる。危ねえ。ガチで危ない。来るよな、これ。いた！ウォータースライダーなんだけど。うわ、スピアのマークでめっちゃもう、見てる側はあんまりわかんないと思うんですけど、今体感100メートルぐらい吹っ飛んだわ。やばすぎ。強っ。えぐいって。こういう木で取れるの、この武器だけだよな。スロッシャー強い、久々に持ってるけど。オッケーオッケーオッケー。この相打ちはでかい。このままバレルが生存してたらナイス玉が溜まって、相手の打開がね、割と早かったと思うんですけど、倒してるんで、相手スペシャルしばらく溜まんないと思うから、さっきのヒルは相打ちだけど全然アドバンテージ逸れてる。左任せてほしい俺に。
あーそれガチでうまいな。今ボムラッシュが後ろにあったから前行くしかなかったんだけど、相手のシャープバーの人が引いてたからもうどうしようもなかった。相手ガチでうまいわ、そのボムラッシュ。こういうゼロ柄高いになるとこの武器しんどいんだよな。まあしっかり貯めるか。さっきまでは均衡してる時が多かったからどさくさに紛れてキルできたんだけど、こういう時はねやっぱ射程短いのが少し目立つので。いや、濡れないかな、これ。無理か。やられてる。いや、これバレたらさすがに無理だな。でも俺、あと一回アーマー溜まると思うんで、残り1カウントで打開するぐらいの気持ちでいけばまだいける。ここみんな焦んないでほしい。まだ諦めないでほしい。溜まるから。いや、やられてるか。オッケーオッケー。落としてるから、ワンチャンあると思う。マジか。無理無理無理。落としてる、落としてる。無理か。頑張って、ナイス。塗る、とりあえず塗ってほしい、とりあえず塗ってほしい。うわ、すごい、ブチリと。味方フローラー、かっけえ。味方、スペシャル溜まってるから、これいけると思う。カウント、そんなにないし。ボムラッシュ溜まると思うから、それ倒したいな。ウィボでやれないかな。やれないか。ただ相手今のでビビって引いたから、これリードはできると思う。ここで狙うか、先行できる。あぶね。よーし、ナイス、あぶね。いや、30カウントぐらいの時に突っ込まなくてよかったな。ちゃんと引いてアーマー貯めて打開して、逆転勝利できたから。いや、焦んないのが大事だと分かる試合だったな、これは。はい、というわけで、ビーバスパークと、もう勝ったんで、カットします。そんな冗談で、いや、このステージ本当に強いんだよな。大砲戦とか、普通に3人ぐらいこの武器いる時あるんで、ボコボコしてるから、ほんとこの武器のために作られたんじゃないかっていう説が、最近出ちゃってる。タワー取る性能がすごい高いんで。当たんないか。とりあえず、やって。これいけるっしょ。うまっ。最初からメインでよかったな、食い物投げずに。頑張れ。いや、でもきつそうだな。まあ、それはしょうがない。俺がやれなかったからな。いや、シールド、結構きついな。ゴムがないから。オッケーオッケー。食い根決まると気持ちいいな。タワーを任せてください。こんな感じで土壌すくいしてればね、相手は近づけないと。左見るか、誰も見てないから。オッケー。気持ちよ。もう裏取り刺さるでしょ。あー、やれないか、今の打ちちゃったな。長っ。今の倒せるんだ。この時あんまり使わないから、長って、なるわ。いや、今、味方、ちょっとカバー来てくれるかなと思ったけど、手前に一人、いるのかな。これ、しょうがないわ。ナイスハイプレ。やっぱ、いたっぽいね。味方と噛み合わなかったな、詰めるタイミングが。オッケーオッケー。もっとタワー周辺で立ち回るか。オッケー、今の、間に合うんだ、着地からの。風速早いね。いや、このタイミング絶対刺さると思う。そっちか。あぶねえ。てか、タワーで立ち回るとか言って全然タワーいないんだけど。まあまあ。片目はいいが。均衡してる時とかはタワーにいたいね。やれないか。あぶねえ。あー。やばいかも。塗るか、一旦。そらやれると思う。そこまで引かれたらやれないなぁ。エリア、詰めよう。いや、このステージ本当に強いな。左高を抑えるの結構楽じゃない。オゲオゲ。ボコボコしてるからスロッシャーが有利すぎる。地形的に。危ねえ、今の。突っ込んでくるのが。おれおれおれ。おねおねおやおや。やべえ、気持ちよすぎる。
もうフリフリしてたらもう敵全員死んでるみたいな。ナイスー。はい、それでは対戦よろしくお願いします。 B はスノーガイシエリアパワー2150と、で編成は、わー、チャージャーバレルはやだな。相手も編成事故だけど、さすがにチャージャーバレルのが弱い。しかも B バスっていうボコボコしてるステージだから、なおさら、嫌だな。今回 OK。相手のハイプリンに紛れる。いやーもう、強いよ。てか待って。俺ゲルデコ持ってるんだけど。え？さっきまでルイージ持ってたはずなんだけど。なんかいつの間にか武器が変わってる。この武器を持たないとアレルギー症状が出ちゃうんで、皆さん許してください。今の間に合わないが、横行っても前行ってもやられてたから飛ぼうと思ったんだけど、ロボム君が和骨ってコメントしてきた。これやばい、まずい。こっち打開のタイミングが合ってなさすぎる。え、それ何？うわ、うまいな。その壁とシールドの隙間を弓矢のように射抜いてきた。やばいって。落ち着け、お前ら。まあ、と言っても俺も相打ちばっかなんだけど。オッケーオッケー。とりあえず打開したい。一旦取るからそっち頑張って。オッケーオッケーオッケー。え、これマジで勝ちたいんだけど。さっきまでさ、緑の武器で勝ってて、ヘルデコ持って曲げるってマジ？嫌なんだけど。曲げたらこれから一生、テレビン525で動画、あげないわ。いや、今日犬めっちゃ吠えてるわ。外の。俺んちのじゃないけど。怖い。俺犬マジで嫌いなんだよな。どれぐらい嫌いかっていうと、痛い痛い、このハイプリぐらい嫌い。道で犬とすれ違うたび、臨戦態勢、取ってるね、いつでも逃げれるように。小さい頃に、でかい犬に顔面ベロベロ襲われたんで、それがトラウマで、本能的に、なんか怖いんだよな。オッケー！これは犬パワー。犬の話をすることで上手くなる。オッケーオッケー。もう3枚持ってったから、あとは頑張ってほしい。頑張ってくれ。これ勝ちたいよ。大逆転勝利。頼む。頑張ってくれ、最後に。力を。エリア見れば勝てる。エリア、エリア、エリア、エリア。やだ、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 ナイス。やぶねえ。前半、こっち、俺含め全員、ボコボコのサンドバッグだったけど、後半ね、みんな頑張りましたと。まあ、っていう感じでね、本日の動画の方終わっていこうと思います。よかったらね、高評価とコメントお願いします。ではね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。